皆さんこんこにちは週末おいゆくでございます今日は私おいゆくが以前出した動画で Chromebook の中でもマイクロソフトの OneDrive が便利に使えるようになりましたよねっていうお話をしたその続編でございます。OneDrive が使えるようになったということは Microsoft365 も使えるようになってるんですよね。 じゃあこれからおい行くは Chromebook 上で Microsoft365 を使うのかどうかといったお話をしてみようと思います前回の動画でもお話しいたしましたが ChromeOS がバージョンアップしてバージョン120になりましたねこのバージョン120の中で Microsoft の OneDrive が使いやすくなったんですねどんなふうに使いやすくなったかっていうと Google ドライブと同じように ファイルアプリから OneDrive の中のファイルを開けるようになったんですね。ただ、いいことばかりではなくて、今までローカルドライブの中に保存してあった Microsoft Office のね、Excel や Word のデータ、これらを開こうとすると OneDrive に強制保存させられるっていう仕様に変わってたんですね。OneDrive の中に置いてあるデータじゃないと、 マイクロソフト365では開けないという仕様になっていました。うん、いいんでしょうか、悪いんでしょうか、どっちなんでしょうね。見た感じはこんな感じですよ。Google ドライブの下にですね、Microsoft OneDrive 見えてますね。Google ドライブと同じような感覚で、マイクロソフトのデータも開けるようになったのは、 まあ確かに便利って言えば便利ですよね。うん。じゃあ、強制的にオフィスのデータがワンドライブの中に保存されるようになったとはいえ、便利っちゃ便利ですよね。だって、マイクロソフトのサービスが使えるようになるわけですから。私は無料版を使っていますが、実際にどれぐらい使えるのかっていうのをちょっとね、確認してみたいと思います。ということでですね。 Google ドキュメントとマイクロソフト365ですね共通点は何かっていうとどちらもオンラインでデータを保存しているということがありますので Chromebook みたいに他の端末で同じアカウントで乗り換えたりした時にオンライン上のデータですからね端末を乗り換えてもどちらからもアクセスできるっていうのは非常に便利ですそれから保存っていう概念がねこれ随時保存 何かを入力するたびに保存されていきますのでもし万が一文章を作ってる最中でアプリケーションが落ちてしまったとかそれから端末自体が落ちてしまったなんていう時に保存されてないよーっていう心配はないわけですね常に一番新しい状態で保存がされておりますそれからオフィスっていうとね特にマイクロソフトのオフィスですと高いっていう印象があるんですがマイクロソフト365 これについては無料版があります。もちろん機能はね制限されてはいるんですけど私が使うぐらいだったら全然無料版で OK ですねさあそう考えると今までは Google ドキュメントを使っていたおいゆくさんですがこれはやっぱりマイクロソフトに乗り換えちゃうのかそれともどうなるのかどっちなんだいってお話ですねということで今日の本題マイクロソフト VSGoogle 具体的に言うと ワープロで言うとワード vs ドキュメント表計算ソフトで言うとエクセル vs スプレッドシーツプレゼンソフトで言うとパワーポイント vs スライドさあどちらが優秀なんでしょうね完全にねもうマイクロソフトで統一するとかグーグルで統一するとかっていうことではないのでそれぞれのサービスでいい方を使うっていうねそんな使い方でいいんじゃないかというふうに思っております では実際にそれぞれのサービスを比べていきます。まずはワープロですね。ワープロで言うと私の推しは Google ドキュメントです。両方ともにね弱点としては縦書きは対応してないっていうのがありますね。私自身は縦書きで使うことはほとんどないと思いますけどマイクロソフト365を私が選ばない最大の理由はやっぱり処理が重たいっていうとこでしょうね。複雑なことはできるんですけどね。 逆に Google ドキュメントは複雑なことはできない代わりに動作は非常に軽いですね。私が普段使いたいようなことはだいたい Google ドキュメントでできてますので複雑な処理をしないということであれば動作が軽い Google ドキュメントの方が使いやすいということになりますね。ということで私は文書作成をするんであれば Google ドキュメントを使い続けます。 仕事はね、Windows 使わざるを得ないので、仕事上の文書っていうのはワードが多いんですけどね、どうしてもワードじゃなきゃいけないことがあるんですよ。その時は仕方ないので、ワードを使いますけど、それ以外の自分で何かを残しておきたいような時には、ドキュメントを使っています。はい、続きまして、表計算ですね。うん、これはね、結論から言うとね、どっちもそれぞれいいところがあって、 うん、これはちょっと使いにくいって思うことはどっちもないんですね。うん。で、いいところをね、比べていきますと、Google スプレッドシートってね、実はマクロ、マクロといいますかね、プログラミング言語ですね、Apps スクリプトが使えるので、ここはね、すごくいいところですね。動作もスプレッドシートの方が断然軽いです。実は Excel ってね、VBA っていう強力なマクロが、え、使えないのって思いますよね。 これね、マイクロソフト365の無料版ってね VBA 使えないんですよまあそう考えるとねスプレッドシートの方が高機能かなっていう気がしますねそれからスプレッドシートはですねクエリー関数っていうのがあるのでこれが私はすごい使いやすくて気に入ってますただ見た目ね作られたシートの見た目特にグラフに関しては Excel の方が断然見栄えがいいですね それと標準で扱えるセルの数、まあ、データの量って言ってもいいと思いますがこれに関しては Excel の方が圧倒的に多いですねかなりでっかいシートを作っても全然 OK です Google スプレッドシートは例えば1000行までしかないとかね26列までしかないとか まあこれ標準の話なので増やそうと思えば増やせるんですけど、まあ、最初の状態ではかなりちっちゃいシートしか用意されてないので軽い分ちょっとでかいデータは扱うのがめんどくさいなっていうねそういう違いはありましたねということで私は用途に応じて表計算はどっちも使いたいなと思っております引き分けはい最後にプレゼンテーションですね プレゼンテーションに関しては私はもう断然パワポに軍配をあげます。やっぱりね、プレゼンテーションするときには見栄え大事ですからね。うん、パワポは見栄えがいいです。それで今回も Google スライドではなくて PowerPoint を使って資料を作っております。テンプレートに入っているデザインもね、断然パワポの方が見た目かっこいいですね。アニメーションも優秀ですしね。 ワードやエクセルにに比べるとパワポは、ね、そんなな重たいい感じがしないですね、うん。やっぱりこう何て言うんでしょうねマイクロソフト365の一番の弱点は動作が重たい印象があります私はそんなに高性能な Chromebook を使ってるわけではないので処理能力に関しては、うん、ちょっと弱めの端末ですんでねあまり重たいサービスは使いたくないなっていうのがありました エクセルなんか特に処理が重いんですけどパワーポイントはねそんなに重さは感じませんでしたので見た目がかっこいいパワーポーを使いたいということでしたね。ということでですね結論から言うと一生いっぱい1引き分けでね本当に互角と言いますかねどっちか1個に統一っていうふうにはならないもんですね。 これについてはですね、アプリのサイズがすごくでかいかっていうとそんなこともないので、両方入れておいて、私の場合、不都合は全くありません。それから、どちらも無料で使えるサービスなのでね、課金してもいいんですけど、無料で使える部分しか使わないので、まあ、それだったら両方使ってもいいなということで、えー、いい方をその時々で選んで使おうというね、そういうことで結論になりました。 まあどっちがねいいかどうかっていうのはやっぱ好みもありますんでね皆さんもお好きな方を使っていただければいいんじゃないかというふうに思いますでちなみに Google ドキュメントの方なんですけどもオンライン上で使う分にはね独自のファイル形式になっているんですけどローカルにダウンロードする時って Microsoft Office の形式でダウンロードすることになりますそれから 何かねいただいたデータをドキュメント Google ドキュメントで開こうとするときに一応開けますねマイクロソフトのファイルは、まあ、多少デザインが崩れたりとかね、まあ、不具合はあるかもしれないんですけど一応開けることにはなっておりますまあ最悪コピペして作り直すとかねいうことはできるんじゃないかと思いますせっかくマイクロソフトオフィス365もね使えるようになったってことなのでいいとこ取りで両方しばらく使っていこうと思っております 皆さんはどちらがお好きでしょうかもしよろしければね、コメント欄などに私は高校こ,こういう理由でこっちがいいっていうのをね、書いていただけると参考にさせていただけるかなと思います。それでは今日のお話は以上でおしまいにいたします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今回のお話が面白かったよ、参考になったよと思っていただけましたらいつものように高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら、さよなら、さよなら。